今日のお題は梅の花だよ。梅の花はこの背景にあるものだよね。そうだね。ちなみに梅に関しては去年のアリミリ雑談の168回でやってるよ。ということで今回は花についてやっていくんだけど、改めて梅について軽く説明すると、梅はバラ科桜属の落葉高木となっているよ。そして肝心の花についてだけど、見た目は桜とほとんど同じ形をしていて、全般の花言葉で上品高潔忍耐忠実となっているよ。忍耐ってあんまりイメージないけど、梅の花の最盛期が2月で、雪が降る季節の中でも鮮やかな花をつけるからだね。ちなみに西洋でも花言葉があって、約束を守る、忠実、美と長寿の花言葉があるよ。日本の花のイメージだけど、意外と世界でも親しまれているんだね。